重いっていうか深い努力の人だから練習の人、日本代表全員の名前出てきます。日本に対して恩返しがしたい、自慢の字の字もあんまなかったかなみたいな、全員の分出してください。ようこそ三浦浩井の部屋へ、お久しぶりです なぜお久しぶりですなのかはちょっとお話しさせていただきますが、 Nコムさんとの対談企画もあって、結構毎日いろんな動画、あと金選手そろそろだよとかっていうことで毎日一応動画を上げてるんですけど、僕一人のバージョンって結構少なかったと思いますが、そのオンエアのスケジュールもあって先週1週間動画は撮影をお休みしてたということで、ちょっと久しぶりで緊張しておりますがなんで緊張するんだろうって感じなんですけど、まあ毎日撮ってた時若干ルーティン感があって、時には今日何撮ろうかなみたいなことだったんですけど、ちょっと久しぶりだとですね、ちょっと前のめり感があって逆に緊張するみたいな感じなんですけれども、その休んでる1週間の間に楽しみにしてた、じゃん、この本読まさせていただきました。ラファーレ・ティモシー、つなげる力、最高のチームに大切な13のことと、帯はいろいろ書いてありますよね。田中史選手が、彼がいなければ生まれなかったトライがある、後ろとかもたくさん書いてるんですよね。リーチ・マイケル選手が、どんな時も言い訳をせず持てる力を発揮する。松島選手からは、やるときはやる男で、中島石玲選手からは、いつも全力、選手としても人としても唯一無二、イヤポイってまた入ってますけどで、福岡堅樹選手からは、僕のトライはほぼ彼のスキルとひらめきから生まれたものということでですね、覚えてる方いらっしゃったら嬉しいんですけども、結構この日本代表選手の紹介の中でやっぱラブスカフニ選手を紹介させていただいた時、結構好評なコメントいただいたんですよね。っていうのは多分ですけれども、やっぱマスコミ的にね、今挙げたような名前の選手が中心の中、若干ラブスカフニ選手とかムーア選手とかってあんまりメインどころとかではなく、そこまで特集される人たちじゃないの で、その一人で僕ラファエリ・ティモシー選手もその間取っちゃおうかなと思ったんですけれども、アマゾンで見たら発売されるって聞いてたんで、もうこの本を読むまでラファエリ選手待とうと思っておりました。で、結果待ってよかったなと思っております。本当に素敵な本でした。なんかなかなか聞いたことない、ハーパーコリンズジャパンってあんま僕は聞いたことない出版社だったんですけど、多分初めて買ったかな、ああいう感じなんですが、なかなか読み応えがありまして、その本を読んで、さらになんかパート1ですね、ちょっと1回で話すのもったいないなと思って、あとラファエル選手はもう本当に次のワールドカップにも必ず絡んでくるんで、ちょっと2回ぐらいに分けてお話したいなと思ったんで、今日はちょっと概略っていうか、その話をさせてください。まあそれと結構僕これ来るの楽しみにしてて、家とか帰るたびに、ああそういえば届いてたなんてよく聞いてたんですけどよくよくその後調べてみたら、全然発売前に僕買ってて、アマゾンで発売前から買えるじゃないですか。でそれで買ってて、まあ、あなたまだよみたいなこと言われてたんですけど、それを娘もゲラゲラ見て笑ってたのか、僕が仕事してる時に届いて、娘がなんか、まあ今ね、あんま学校も行けてないんであれなんですけど、その表紙を真似してですねしおりに使ってねいやすいません、ちょっとバカっぽい話をしましたが、これもお見せしておきますということで、ラファエル選手のお話、つなげる力、最高のチームに大切な13のことっていうお話をさせていただければなと思います。わかりますよね、13のことっていうのをなんか13にまとめたんだと思うんですけど、ラファエル選手は日本代表で13番、アウトサイドセンターとして中村亮斗選手とコンビを組んだセンターのプレイヤーで、ワールドカップは全試合フル出場、ああいうことと、あとトップリーグで皆さんも神戸製鋼で爆発しまくってるのを、見まくったと思いますが、ラファエル選手は本当に特集楽しみだったんで、なかなか資料もない中ちょっとこの本があったのは嬉しいなと思います。でどっから行こうかな、
ですね、僕が思ったこの本を読んで、あとラファエル選手のことを調べて思ったのは、まあみんなと被るかもしれないんですけど、個人的には本当にこの3つを思いましたね、強く。まず家族への思いっていうのがもう本を通じてずっと書いてて、でそれは今結婚されている奥さんとか、あと大好きな犬の、あの話だけでなく、おじさんとか両親とか、そこはやっぱりサモア生まれで、その後ニュージーランドに移住したりだとか、結構いろいろ経験されてるのか、やっぱ家族の絆に対してちょっと半端ない人だなっていうのをまず感じました。で、日本代表の大事な時に一番お世話になったちっちゃい頃から、あ、この本にもよく出てくる、すごく練習とかも見に来てくれたり応援してくれたおじさんが危篤状態だっていうことで、そこは帰ろうと思ったんですけれども、そんなこと帰ってこなくていいから、日本代表に向けて練習しなさいとか、だけどそれをジェイミーに言ったら帰りなさいとかいう話だとか、なんかなんていうんですかね、要所要所に家族との絆とか家族に対しての思いがすっごい入ってんなと思いました。で、あの結婚してる奥さんとその犬の話は結構なんか心温まるっていう感じで話してるんですけれども、両親とか親戚周りのことに関しては、やっぱ重いっていうか深いっていう感じがして、ラファエル選手の家族への思いっていうのをなんか前編通して感じる作品だったかなと思いますっていうのと、見る目がちょっと変わりました。ね、なんとなく優しい人だと思ったけれども、ここまで家族に対しての思いがあるんだっていうのがまず一つ目で、二つ目がこれは意外でしたね。努力の人、まあ、あのもちろん努力しないと無理だと思うんですけど、何気にですね、ラファエル選手、そのニュージーランドのそのハイスクールの時とか、あと山梨学院の時もそうだし、山梨学院はそこまで書いてないから、コカ・コーラ、あの向井翔吾さん、元日本代表の監督から声かかってる向井さん、また名前出てきたな、なんかこの前も出てきたなって感じだったんですけれども、まあそれで君は絶対日本代表になれるって言いながらも、なんかコカ・コーラでもなかなか実績が出なくて、レギュラー定着してなかったんですよね。あ、だから何気にそこまで日本代表とか神戸製鋼のここ最近ですね、なんかすげえスーパースターだっていう感じになってるのは、結構挫折っていうか、あの本来はやっぱりニュージーランド代表になりたくて、で高校卒業の時に、まあ、優秀な選手はそのまま道が切り開けられるんですけれども、そこでちょっと競争に負けたりだとか、でそこで競争でラファエルに勝った人がウェールズの代表になってたりだとか、でそこでも挫折だし、コカ・コーラの時も挫折してるということで、あとその日本代表に呼ばれて行ってみたら、もうレベルが違いすぎて焦ったとか、もうめちゃめちゃその努力の人だなと。でもそれでもう後で支えまくった言葉としてやればあれなんですけれども、なんかね、順風満帆にいってそうに見えたんですけれども、あとずっとスーパースターなのかなと思ってたんですけれども、そうでもなかったと。でそれを努力で克服してきた人だなっていう感じがしましたね。あのオフロードパスなんて才能以外ねえだろうと思うんですけど、そんなこと全然なくて、もう ここで、まあ、今度話しますが、もう自分はそんなに足も速くないし強くもないと、だけどある方から個性がないとダメだって言った時に、自分はもしかしたら自分で突破するとかいうよりは人を使うのがいいんじゃないかとか、あと人よりもちょっと器用だからっていうことで、ひたすらオフロードパスを練習するとかいうエピソードとかもあって、まあ、そこもグッときましたね。で、あとキーポイントとして僕が気になった勝手なキーポイントの3つ目としては、仲間思いですね。もう日本代表全員の名前出てきますが、もうそれぞれの良さを全部説明してます。あのラファエルの本なんじゃないのかと思うんですが、もう本当に仲間思いで、やっぱり負けた時もこのチームが解散することに関して、もうめちゃめちゃ寂しかったと、もっともっとやりたかったみたいなエピソードと、あともう本当に彼から見るその稲垣選手の素晴らしさとか、堀江選手の素晴らしさ、あと
結構レメキ選手とやっぱ仲が良くて深いみたいで、レメキ選手の素晴らしさとか本当に仲間思いだなっていう感じと、まあこれラファエレ選手だけじゃないですね、本当に日本代表ワンチームってあれ口だけじゃなくて本当に、うん、あとラブスカフニのこと絶賛してたし、あとリーチマイケルなんてこんな代わりにいるキャプテンいないみたいな、もう素晴らしいっていうカットでございます。で僕が支えまくった言葉は Be honest with training、 トレーニングに正直であれと、練習に正直であれと、まあ、エピソードとしてコーチが 1000m 走れてた時に 500m でやめちゃったらそれは正直じゃないと、でそういうことを繰り返すと試合で失敗した時に、ああの時に俺は正直にしなかったからできなかったんだっていう後悔はしたくないっていうことで、もう自分はあと本当にそんなに才能がある選手ではなかったから Be honest with training でやりたいと、ああいうことと、あと Hard work pays off、 激しい練習、ハードワークは絶対裏切らないみたいなことですね。だから練習の人、エピソードを通じて試合中もトイメンのやつよりも絶対1秒でも長く走ってやるとか、練習中も人よりも長く練習してやるとか、そういう積み重ねが自分を作ってたっていうことで、なんかもうすごく意外でした、はい、もちろんそれは努力しないと無理ですよ。福岡選手とか松島選手だってもう天才とか言われてますが、めちゃめちゃ挫折しながらトレーニングしてますし、まあ、もちろんそれはあれだったんですけど、思ってた以上に挫折の人だったんだなっていうのが、この本を読んで思ったことでございます。まあすいません、ちょっと話前後しちゃいますが、1991年のサモア生まれで、で4歳で、ニュージーランド家族で移住すると、うん、でそこでなんかですね、家族なんかみんなラグビーが好きで、ラグビーのことをやってるもちろん親戚もいたんですが、プロになった親戚が一人もいないってことで、なんかちっちゃい頃から自分のこの家族の中で第1号のプロ選手になりたいなっていう気持ちが強かった選手でございます。で6歳からラグビーを始める、で家族が本当にフォローしてるんですよね、さっきもお伝えしたんですが、なんかもう練習の送り迎えだったり、あとね普通練習のアドバイスとかしないんですけど、もちろんもっとこうしろっていうよりも素直でいろとか正直にやなさいとかいうこととか、そういうこととかも親戚から教わって、そういう言葉も今は自分は大事にしてるということで、でここで本当はハイスクールで先ほどお伝えしたところでもっともっとニュージーランドの代表近づきたかったんだけれども、ちょっとそこから挫折仕掛けた時に山梨学院からの声がかかって、日本でやってみようという気持ちになったと。でそこからはもう自分が挫折仕掛けた時に助けてくれた日本に対して恩返ししたい、日本に対して恩返しがしたいってたくさん書いてあって、あともうあれですよ、サモア戦あったじゃないですか、予選で、その時にやっぱ報道からもう何回も質問されたと、母国とやるのどう思いますかって言った時に、もう自分はもう日本代表の一員だと、で日本代表、日本のために自分は恩返しをしたいから、別にそういう感じはなくて、あくまでもいくつかある試合の一つに過ぎませんみたいなこととかもおっしゃってて、かっこいいなっていう感じがしましたと。で、山梨学院の時には入れ替え戦で勝ったりして、その時に相手にグー選手とかがいたとかいうエピソードが面白いな、そういう仲間が結局やっぱ代表集まってんなって感じでしたけど、で先ほどもお伝えしましたが、コカ・コーラで一気にいけるかなと思ったんだけど、やっぱレギュラーってなかなか定着できなかった話、そこでやっぱノートに書くとかなんかいろんなエピソードがあったりしましたと。でただそこからも努力を重ねて、初キャップ2016年、で2017年に日本国籍所得で、2019年に神戸成功っていうことでございます。でまあなんていうんですか、だから繰り返しになりますが、もうめちゃめちゃイケメンですしね、多分間違いなく日本代表のナンバーワンのイケメンだろうと。であとはもうあの華麗なオフロードパス見ると、やっぱ才能の塊の選手かなと思ってたのですが、もう本当に結構努力の人だったなっていうことと、あと僕あんまりご存知の方多いと思うんですけど、僕は本当に本マニアで、結構本はすごい読むんですよ。で結構僕そのジャンルの中でも自分のことを自伝系っていうんですか、その経営者とかそういうのとかって僕あんま好きじゃなくて、っていうのは最終的にその人の自慢話が多いんですよ。やっぱりそういう経営者とか、まあ、もちろん頑張ってるから素晴らしいんですけれども、成果も出してるから素晴らしいんですけれども、
なんか最終的には読み終わった後、なんか結局自慢かよみたいないう感じがあるのが結構多いんで、あんまり好きじゃないですけど、今回もラファエル選手だっていうことで全然普通に読んだんですが、まあはっきり言って自慢の字の字もあんまなかったかなみたいな。家族に感謝、仲間に感謝、あと要所要所に出てきた恩師に感謝、まあもちろんそういう風に構成でやったんですけれども、気持ちよかったなっていう感じでございました。概略の概略なんですが、ラファエル選手の、まあ、かなりの部分を除けたので、いろんな出版社の皆様、できればこれ全員の分出してくださいっていう感じでございますが、続きはいつにしようかちょっと悩みますけれども、もうちょっとあの本の中身についてお話ししていこうかなと思います。今日は概略の概略です。でもう今日の概略で気になった方はもう買ってください。もう1400円、うん、まあちょっと若干高めか、でもラグビーファンたまらないと思うんで、ぜひぜひということでございます。本日ちょっと久しぶりなんで噛んだりすることも多かったんですが、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、お付き合いいただきありがとうございました。ということでまた近いうちにお会いしましょう。それでは久しぶりです皆さんは久しぶりじゃないと思うんですけど、そうですね、昨日ノーサイドゲームの、最終回、再放送ですね、それを見てレッツラグビー、ノーラグビーっていう、ノーラグビーもいつかやりたいななんて思ってますが、そんな話はどうでもいいんで、それでは参りましょう。レッツラグビー。